ピラシキーズのフロシキラジオ。この番組はピロネット小原、ピロネット小原の提供でお送りいたします。ピロネットピロネット、夢のピロネット小原。皆さんこんにちは。こんにちは。このラジオは私たちロシア生まれ関西育ちピロシキーズの2人がリスナーからのさまざまなお便りに風呂敷を広げていくように、さまざまな方面に話を広げながら答えていく YouTube ラジオになります。お届けするのはモデルやタレントをさせていただいている私アレクと、コラムニストタレントとして活動しておりますブラスの2人でお届けいたします。この動画は画面を見なくても楽しめるラジオ形式でお届けするので、家事やお仕事、お勉強をしながら聞いていただけたら幸いです。じゃあ早速やっていきましょうか、はい。本日のテーマはこちら、ピロスケからの質問箱。リスナーの皆さんからいただいた質問について私たちがお話をさせていただくコーナーです。それでは早速アレちゃん、お便りを読んでください。私が噛んだことについてニヤニヤするのをやめてください。早かった、私だけじゃないんだって言って安心した、はい、いやうるさい、あんたの方が噛んでるよ、ね。まあ、今日はちょっと俺の方が噛み率高いな。まあいいわいいわ、噛んでこ噛んでこ、はい、噛んできましょう、うん、はい。ラジオネームサボリーマンからのお便りです。サボんじゃねえよね、バカ野郎と話だよ、ね、仕事しなさいよ。ちょっと都内在住の営業マンです。営業マンです。営業マン、営業マン。ちょっと違う、営業マンです。営業マン、 都内在住営業マンです。あ、なるほど。ちょっと待って、基本的にこのマンはいつものよくお得意のマンと同じ営業マンです。マン、まあでもまあいいや、マンだよね、マンには変わりないから、うん、そう、マン、お営業おマンだからね。営業、まあ、もう話続けよう。もういいわ。これ何、コロナデモだよね。コロナ禍、コロナ禍って言うんや、うん、読み仮名書いてるしな、これ。なんかこれ間違ってるんちゃうと思って、アレちゃんのためにひらがなも何、コロナっていうのもひらがなでコロナって。あ、なんでなんでカタカナの上にもうひらがな、読み仮名が書いてある。あ、すいません。じゃあそれでは読んでいきたいと思います、はい。ラジオネームサボリーマンからのお便りです。都内在住の営業マンです。コロナ禍でも仕事はあり、どうしても抜けられない県外への出張の時でも、都内から行くこととなると、本当に来るのとか、どうしても来なきゃいけないのなど、先方からの冷たい意見が来ます。コロナは東京だけではなく、受け入れ側だけじゃなくて行く側にもリスクはあります。東京で働く者としてはコロナと言われると返す言葉もなく困っています。どうしたらよいでしょうか。いかんかったらええやん。ちょっと、だって先方が来んなって言ってんのやったらさ、いかんかったらええやん。だって会社の人に言ったら、なんか先方が嫌がってるんですけどって言ったらええやん。あ、もうそのままチクっちゃう感じ、うん、うん。どういうことこれ。あ、そうか、営業やから。あ、営業しなければならない。営業なんや。なんか物売りに行かんとあかんのや。でもそれはちょっとあれやな、営業受ける側からしたらちょっと申し訳ないけど迷惑やな。普通に迷惑じゃない、なんか、まあ、そもそも営業とか多分受けたくないと思うねんか、うんうん、こういうのどうですかって、あなたの会社でもこういうシステムを導入してみませんかみたいなことでしょ。そうだよね。でもうぜえわってなってるのにもかかわらず、だからこれ別にさ、多分コロナっていうせいではないと思う俺。コロナっていうのは口実にしてるけども、うん、ほんまは営業を受けたくないから、コロナ、今コロナ禍なんでちょっと大丈夫なんですかみたいな感じの遠回しの断り方やで、これ。あ、なるほど。そうだから言うて、あの別にコロナだったか、まあコロナを本当にビビってるとは俺は思わへん。まあ、どうなんやろう、地方とかやったらガチでビビるんかな、ガチでビビってるんかな、ほんまにビビってんのかな、どうなんやろ。でもなんか行くにしても自分結構思うのが、なんかそんなにあんまり人と接触することないんかなとは思うんだよね、うん。あと車とかで行ったらさ、車でしか乗らなければさ、うん、なんかね、お水とか自分の車の中に入れて、その人、先方の方と会いに行くだけってことやんな、うん。そんな嫌ってなるかな。まあでもな、なんか
東京におったらさ、うん、もうなんかその辺で感染しました、その辺で感染しましたっていうのをよく聞くけどさ、うん、別になんとも思わへんやんか。あ、もう慣れちゃったからね。そう、でも友達も言ってたけど、なんかうちの息子の、息子じゃない、うちの親戚の働く会社で感染が、うん、クラスターがあったから今も親戚一同全員閉じ込めを食らっているみたいな、なんかどこにも出歩けずみたいな、うんうん、だから本当深刻な事態が起きたみたいな LINE がちょっと前に俺来たから、それを思うとちょっと温度感はやっぱだいぶ違うんかなって思う、うんうん、もうまあ、余計ね、田舎とかにいると逆にね、うん、その人と会わないから、うん、あの本当に田んぼとかそういう、もう東京とかとんでもない状態やと思ってると思うんで、うん、もうみんなもう、うわっ、って過ごしてるって、もううひゃうひゃって、なんかもうゾンビみたいになってるやん。もうテレビとか見てさ、うん、もうテレビで今日も俺朝目覚まし8出てきたねんけど、やっぱりクラブで踊ってる人の映像とか流したりして、うん、もうみんな東京人今みんなクラブでな踊ってるって多分思ってるわ。全員じゃないけど、でも確かに田舎とは違って、まあ、やっぱそういう人たちもいるってことやもんな。まあでもコロナね、大変なあれやと思うんやけどもね。でも今俺コロナについていろいろこうちょっと研究してんねん、うん、あ、研究研究研究家あれ職業変えたの。調べてんねん、いろいろ調べてんねん、なんかどのほどに危ないものなのかっていうのをちょっと調べてて、なんかね、あの最近得た情報では、うん、コロナを感染させるためになんか猿とか動物でこう実験するねんって、うん、でそれを感染させるときに直接肺に10万個ぐらいウイルスを入れんねんって。あ、え、直接？そう、もう多分霧吹きかなんかみたいな、こう、うん、みたいな感じだと思うねんけどでなんでな、それを言うかっていうと、うん、10万個ぐらい入らんと、うん、感染なんかせえへんねんって。10万個入ったらほぼほぼ確実に感染するけど、だからよっぽどの数のなウイルスが、まあ、分からへん、なんかその人の書いてた本では、まあ5000ぐらいちゃうって言ってたけど、1000から5000ぐらいちゃうかみたいなこと言ってたんやけど、うん、もうそれもどのほどの定かな情報かは分からへんで、けどなんかこう、うん、PCR 検査では5個ぐらい出るだけで陽性になんねんって。でも5個で感染する確率ってものすごい少ないから、うんうんうん、だからこう PCR 検査で陽性が出ましたっていうので言ってもほんまに陽性かっていう、あ、違う、陽性は陽性やねんけど検出はしてるから、うん、でもだからといって感染してるとはならへん。だからニュースも前まで感染者数、感染者数ってやってたけど、うんうんうん、だんだんそれが分かってきてから最近は陽性者数っていう言い方にしれっとメディアも変えとんねん。ややこしいなこれは。そうで、 なんか一時期そのコロナっていうのが感染をして発症する直前にウイルスが一番増えんねんって、うんうん、だから、うん、発症する直前に一番たくさん人にうつすというふうな情報がよく流れてたねんけど、うん、今の新しい調査では結局発症する前にこううつす割合っていうのがだいたい 0.7%0.7%。 要は結局な、咳したりしてないから、うんうん、飛沫をしてないから、うんうん、うつらへん、あんまりうつってない。なるほど。だからまあ正直症状が出てない状態の人がマスクをすることがどれほどまでに大事なのかっていうのは、まあ、いろんな意見がある、うんうんうん、まあ、これもな、一つのな本に書いてたことやから、うんうん、それが絶対にな正しいとは言えへん。多分真逆の研究結果もあってな、うんうん、まあ、何が言いたいかって言うと何も分からへんなって、こう、まあ、今はね探り探りだから。てかさ、こう毎回さ検査みたいなのをしてさ、検査してますみたいな感じで行けばいいんじゃない。俺らはそうしてるな、うん、今さもうほんまに結局何が正しいかが分からへんから、とにかく国にな従って、うん、こうマスクを死ぬほどして、死ぬほどもうここはもう荒れたの自分肌マスクしてみて。そうやろ、うん、俺も鼻曲がったもん前も動画でやったけど。ちょっと横見てみ、あ、めっちゃ曲がっとるわ。でもここもうこっちや横やからカメラあっちやから、あ、ちょっと見、あ、曲がっとるわうるせえよ本当。いやでもとにかくその国のな、とに私たちはもう本当に分からんから、それほどまでに国の言うことを信頼するしかないっていう弱者なわけ、うんうん、そうね。でもここでな、うん、私たちがいつもな使ってるなコロナのな検査キットがあんねん。
そう。テレビとか収録する前とか俺はもう怖いから、同じような感じで、うんうんうん、万が一にも映してもたら怖いし、うんうん、だからこの人もな、これおすすめ、ね、これすることによって結構安心感もあるんじゃないかなと思うんだよね。そう、そんな高ないし10分ぐらいで結果が出るやつやねんこれね。本当に便利になったよね。前なんて本当にすごい時間かかってたから、検査するのだけでもよくやってる。でもな、このこういうな検査キットって結構売ってんねん、アマゾンとか。あ、売ってる、売ってる。アマゾンとか通販サイトで結構売ってんねんけど、うん、それがなぜほとんどは、うんうん、なんか中国のやつで、なんか認可とか受けてないやつが多いから、ほんまに正しいかどうかは分からへんねんけど、うんうん、少なくとも私たちの方で調べたところによると、これはなんかあのちゃんと海外とかで認可を受けてて、うん、軍とかでも使われるぐらいの、まあ、一応ここで歌ってるのは 99% ぐらいかな、これ確か、うん、なんか PCR 検査と一致するっていう。ちょっとね、妊娠検査薬に似てる。そう、だからこういうのもやっておくってのも一つ手かもしれへんよな、ね、とは思う。それ絶対取った方がいいやん。てかやってみようよ今。あ、やってみる、うん、あ、そうやな、これ、どうせこれ持ってきたんやったら、この中でどのくらいの範囲でできるか。だからな、ね、この人も言ったらええわ、これを見せたらええね、 今から検査しますねって、目の前で検査しますんでって、うんうん、って目の前でできるから、うん、ほんまにすぐに。じゃあやってみる。10分やで、だってやろうぜ。これを4滴ほどね、垂らしていくわけですよ。意外とここの作業は簡単。垂らすところはね、なんかちょっと丸いところかな、これ間違ってね、あの CT 書いてるところに垂らさないように。ほんでこれで、まあ、10分ほど置くんやけども、C と T の両方に線が出たら陽性、 C だけのとこに線が出たら陰性、 T のところだけに出たら無効ということで、なんでまあこのまま待つしかないわ。それでは待ちたいと思います。はい、ということでですね、もうこのまま結果が出るまで待ちます。ピーロネット、ピーロネット、夢のピーロネット、小腹。はい、はい、それでは次のテーマです。イライラ投票箱。ピョンピョンピョン。リスナーの皆さんが普段感じるイライラすることについて私たちがお話しさせていただくコーナーです。では早速お便りを読んでいきましょう。これ結構難題やで。結構長えな。違うねん、これはラジオネームが難題やねん。読み仮名を振り忘れられてんねん。読んでみ。タマコ。違う。タマコじゃない、タマコじゃないねんこれ。金タマコ。違う。ヨタマコ。え、もうガチでいいよ、ガチベースで、笑い抜きで。いや、笑い抜きで言ってる。ヨタマコ。笹団子。あーんじゃねえよ、分かってたみたいじゃねえよ。いやでもね、あのやっぱ玉は合ってたね。合ってないし、笹団子やから。あ、団やから、まあ、団子と玉一緒。一緒じゃねえよ。もういいよ、続けて。ラジオネーム、うん、団子からの笹団子ね。笹団子、笹って何か分かる？笹ってあのなんかあの木じゃないの、木のあのパンダが食べるやつな、出てるやつ、竹の小さいやつ。そうだよね。あ、そうそうそう、じゃあ正解、笹団子。あ、よかった、うん、適当に言ったけど。ラジオネーム、あ、ごめん、下打ちしたわ。またした、もうやめて下打ち。笹団子からのお便りです。はい、こんにちは。こんにちは。いつも動画楽しく拝見させてもらっています。あら、お世辞ありがとうございます。早速ですが、はい、私には近距離恋愛中の彼氏がいます。え、遠距離じゃないのこれ。あ、ちょっと今びっくりした。あ、でも近距離って書いてるわ。近距離恋愛って報告することちゃうね、恋愛中でいいねんな多分、うん、何やねん、まあいいわ。私には近距離恋愛中の彼氏がいます。はい、その彼とは毎週土曜日に会って遊ぶことが多いのですが、はい、今週は兄貴からの土曜日開けといてって言われたから会えないと言われ、ほう、日曜日に会うことになりました。はい、予定が入ることはしょうがないと思うのですが、お兄さんの開けといてという言い方に、要件言わずに人の時間を使おうとするなとイラついてしまいました。うん、第一に彼とお兄さんは2人とも実家暮らしのため、
彼と私のデートがいつも土曜日だということを知っているはずなのです。それなのになぜ土曜日なんだよっていう気持ちがありました。そして開けといてっていう言い方は、要件が何であれ俺が開けといてって言ったんだから開けとくよなと上から目線が感じてとてもムカつきました。私の心が狭いだけかもしれませんが、楽しみにしていたデートが先延ばしになったのが嫌すぎました。よく考えたらデートの予定を動かした彼にもイラついてきました。お二人は予定を開けといてとだけを言う人をどう思いますか？なんかこれあれなんやな、この人が誰かに言われたんじゃないねんな。この人の彼氏がこの人の彼氏のお兄さんに開けといてって言われたねんって言ってることに対して、ここまでのその彼氏のお兄さんに対する恨みつらみが表現されるわけだ、これは。だってさ、彼氏がこれ簡単に言ってるだけかもわからへん。これほんまはなんかゴルフかなんかあるんかもしれへんし、そういう話題があったけど、なんか兄貴が開けといてって言ってるからって、開けといてっていう言い方は何なのっていう感じにするのはちょっと違うかな。あ、でもそれだけもう会いたくて会いたくてたまらなかったってことでしょう、多分その土曜日のデートの日にね。で、兄の方はもう一緒に住んでるしいつでも遊べんだろうがやっていうさ。まあでも兄弟ってなかなか遊べへんで。あ、そうなん。なかなかな、兄弟の時間ってどんなに近くても遊ばへん、特に多分男同士の兄弟、まあ大人になってるやろうからさ。これあぶらちゃんもなんか弟いるもんな。そう、あんまやっぱ実家帰る時ぐらいしかあれやし、普段 LINE もそんなやり取りせえ。あ、そうなん、うん、多分女の子とかやったらめっちゃやるんかも分からへんけど、うんうん、なんか男兄弟は多分そんなせえへんから、やっぱ結構大きいことよ、こういうなんか何かイベントっていうのは。まあ、彼女との毎週のデートよりも大きくなる可能性は俺はあると思うな。あ、それって本当にさ思ったんだけど、兄貴に開けといてって言われたんかな、うん、兄貴のせいにしてるとか。あ、不倫。いや、不倫、結婚はしてへんけど。浮気。なんかそういう可能性も悪くない？何でも兄貴のせいにするタイプ。とりあえず兄貴ちょっと俺この日さ出かける用事があって、ま、この兄貴っていうのももしかしたらすごいゲイ用語かもわからへんしな、うん、俺の兄貴が開けといてって、だからマジで男の方の彼氏がみたいな言い方かもわからへんな。そういうこともあるんや。2つとも2人と付き合って。あ、でも確かに聞いたことあるもんね、彼女もいるけど彼氏もいる。彼氏もいる。そうよ。そんなわけはないか。さすがに考えすぎか。考えすぎ。でもまあこれはなんとなくこうよくあるイライラやん。LINE とかで、うんうん、この日ってどう予定空いてるって言われた時にみんなイラッとするって。うんうん、なんかね、行きたい用事かどうかもわからないのに、うん、ものに対してどうって聞かれるのはちょっとイラッとするかもね。空いてるよって言った結果、今度引っ越しするから荷物の手伝いしてって言われたら断れんくなるし、もう空いてるって言うてもうたし、いやなんかちょっと予定空いてるかわからへんけど、なんかその日まあ開けれるんかもわからへん、ちょっとまだギリギリならわからへん、あ、そうなんや、ケイティ・ペリーのライブのチケットあったから一緒にタダで行こうと思ったけど、でも大丈夫、違う人誘うみたいになったら、うわーんって先に言えよ。ケイティ・ペリー行きたかったのにって。そう、難しいね。どうやってる、そういう人。俺はな、そういう風に言ってくる人は嫌いやねん。この嫌いなん、要件も言わずに、うんうん、その日空いてるって言ってくる人は嫌い。なんかさ、サプライズの時はしがちな気がする。そういうの、もうなんかとりあえず今何言い訳が思いつかないから、あ、とりあえず空いてるみたいな。何って言っちゃうかな。何、行きたいところがあんねん、買い物付き合ってとか。買い物、いや、いいわ。あかんやん、全然うちあかんやん。買い物俺嫌いやねそもそも。あかんわ、もう断られるタイプやわ、もうあかんわ。あるちゃんは全然気にならへんの、その空いてるって言われるのが、うん、なんか気になるのは気になるね。空いてるって何すんの、どこ行くのみたいなっていう気になったりはするんやけど、なんだろう、普通に空いてるかどうか答えちゃう。その日空けるかどうかちょっとやってみるけど
何する日なの？でも開けれるん？え、ちょっと開けれるようにちょっと頑張るけど、まだ分からない。開けれへん可能性もあるん？あ、ちょっと今日の夜までにちゃんと連絡するから。わかった。じゃあまた夜連絡して。だっ、この野郎！イライラす。いや、俺はな、そういう人はほんま嫌い、腹立つし、言ってよって、先に言ってよ、何々があるんやけど、うん、どうっていう誘い方してよって思うけど、でも俺は何々この日空いてるって言うタイプ、聞くタイプ。自分で言うんかい。だって断られたくないもん。あ、もう最低。そういう時にそういうこと言うんか。断られたくないもん。ピュアやろ。それピュアなん？ピュアやねん。嫌いや言うてるがな、あんたは。嫌や言うてる。断られるのが苦手やねん。恥ずかしいねん、それは。ピュアやねん。ピュアなん？ピュアっていう言い方が下手くそなババア知り合いにおんねん。どんな言い方すんの？ピュア。ピュアっていう。ピュアってなんやねん。あとティッシュペーパーっていうおばあちゃんもティッシュ。ティッシュ？ティッシュペーパー。あ、なんか。あとオーストラリア人のトイレットペーパーは、普通トイレット、トイレ、まあ俺知らんねんけど、ペイパー、ペイパーみたいな感じやんか。オーストラリア人はパイパーって言ってたわ。いやいやートパイパー、変な言い方。あとこの間コンビニに行った時の、うん、店員はペイペイのことをパイパイって言ってたわ。ちょっと待って、パイパイ、なんでそんな話になってんの。びっくりする、ほんまに。まあとりあえず、あ、お兄さんの開けといてはちょっとなんかでも結構なんか強制的な感じやね。いやでも兄弟やったらそんなもんよ。とりあえず開けといて。俺この日ちょっとあれ、とあることがあるから。とあることよ。まあでもそれをさね、普通に例えば、まあ、彼女と約束してるっていうのは分かっててなんやったら、ちょっと俺彼女と約束してるから無理だわっていうのも言えるくない？あ、まあその弟がな。なるほどな。だからちょっと逆にさっきブラスが言ったように怪しいかもしれない。もう自分がどうしても行きたくて何かしたくて。いやほんまほんま、だってさ、その日開けといてって言われたっていうことに対して、うん、いやデートの日やねんって断る余裕があるのにもかかわらず、うん、断りもせんとまんまと受け入れてるっていうことは、これ弟からしたら、うん、あなたこの誰さん、笹団子さんはその程度のこの時間が空いてたらデートをする枠の女やね。ちょっと待って、そのこと言うの？そういうことやで。これだから笹団子さんは大好きやのに、弟はそうやから、だから逆に弟にやり返したいね今度。あ、私ちょっと姉貴からこの日開けといてって言われてるから、ちょっとごめんねって。あ、それいいね。それやり返してみて様子を見たら、これは兄貴を責めるんはおかしいわ。これは弟を責めんとあかんわ。彼氏を、彼氏を責めないといけないやつやな、これは。でもそんなん寂しいよな。俺デートする気満々やった日にさ、なんか他に予定あるからちょっと行けへんって言われたら寂しいわ。てか逆に知りたい、開けといてって言ってさ、あのお兄さんと一緒に行くってなってるけど、どこ行くんやろ、何するんやろっていうのが多分気になって、私はもう死んじゃう。聞かへんのかな。聞いたらいいよな、ね、え、何すんのって。どこ行くん。釣り。あ、私も行く。うそー、いい、それ、私も行く。バーベキュー。あ、私も行く。それいい。あ、私も行く。小田美久。ちょっと待って、やめろや。何を言うてんねん。もう。ところで検査結果出ました。あ、小原ブラス陰性、中庭アレクサンドラは、あ、まあ陰性やな。薄い陰性。なんかね、さっきクエン酸とか飲みまくってて、口の中超酸っぱ酸っぱの状態でやってもうたから。あ、だからなんか変なジュースかなんか飲んでたってこと。酸っぱい柑橘系のもの。あ、じゃあそれやわ。俺のはもう綺麗な陰性なので。ちょっと見せてみ。ほんまや。だから皆さん、あのセックス募集中となっております。なんでやねん、関係ないやろ。いつでもセックスはさせていただきたいと思っておりますので。一応まあ金額面はまあ相手により交渉ですが、金額、そう、おおよそ、まあおおよその値段でいくと5万円からとなっており。安っ、商売してんじゃねえよ。5万円から、まあ、どんなに高くても、まあ、10万円は超えないぐらいで。なるほど。セックスというのはどこまでのことなんでしょうか。フェラします。あのされもしてもいいし、あとはちょっと分かりませんと。あとはあの、まあ、でも一番できない行為は、あのなんか
信じられないサイズのほくろを舐めるとかなぜまたほくろ出てきた。俺の中で何信じられないサイズやから、うん、かこんくらいとかは大丈夫よ。あ、大丈夫なん。こういうななんかもうほくろちゃうやんこれ。こんなほくろこんなんこれはこんなほくろある。ほくろの上にもう一つほくろがあるぐらい。それイボやんか。もうなんかそういうのはちょっと舐められませんので。それを舐めろっていうやつもどうかと思うけどえ、もうおるんちゃう。ほくろが性感帯の人おると思うで。マジで乳首やんそれ。もうどっかについてる乳首みたいな。日本の男はなんで乳首って感じるんやろな。あ、なんかね、外国の男ってそんな乳首が。俺も乳首あんま感じひんタイプやねんけど。そうな、ちょっとつねてみて。え、なんで俺ら、なんで俺つねったんやろ、ほんまに。全然つられた。ほんまにつねる必要は。いや、とにかく俺は乳首では感じひんねんけど。でもマネージャーのユウスケとかもすぐ感じんねん、いつも。あ、なんかちょっとな、なんか触ったら、うわ、ん、って言うねん。あ、すごいな。これだけやで、ほんま。これだけ。ピッてボタンみたい。すごいな。うん、びっくり。こっちが逆にびっくりするっていう。でもな、なんかの他の男とかもやっぱ、日本の男はほんま8割方感じるな、今のところ俺が経験してる限り。だから不思議、ちょっと面白いね、うん、今度人種によって。その研究をやっていただいても。そうね、ちゃんとそれやってみようか。いろんな男を集めて、ちょっと待って、乳首を触って感じるか検査。ああ、いいですね。とても面白いです。面白そうですわ。なんなんそれ。いや、なんか結構興味が湧いてきた。普通に乳首とかね。外国人はどこで感じるんやろな。逆に日本人は日本の男は乳首で感じる。外国人の男はそう、首とかじゃない。首感じる。なんか日本の人は首はあーくすぐったいとか、あーやめてっていう人が多いけど、外国の人は逆に首なるんじゃない。そういう感じ。え、知らんけど。俺どこ感じるやろ。耳。ほらやっぱあんたもそこやらへんやんか。一緒やんか、そんな首と耳なんか。ああ、まあそういうことな、うん、仲間ということ。じゃあ俺どっちかというとやっぱ外国人型なんで。まあ外人だからねお前は。あ、そうだね。そういやそうやだった。普通に国籍もロシアでした。じゃあ、はい、もうなんか疲れたから今日は、うん、ということで、まあこれはね、さっきのお便りもらったね、はい、ってる。まあなんか一応ね、この検査キット、まあ、私たちが使ってるやつね、これ概要欄の方に残しときますんで、ぜひ興味あれば、ね、簡単にできるので、うん、やってみてください。はい、はい、ということで、ということで、はい、そうですよ、そこでございます。ということで、はい、ということで、読むんじゃねえよそんな短いやつを本日はここまでになります。この風呂敷ラジオではリスナーの皆様からのイライラ体験、お悩み相談を募集しております。概要欄に応募フォームを設置しておりますので、どしどしとご応募をお待ちしております。皆様の投稿をお待ちしております。ということで本日もあり、ということで多くない台本も多くない。ということで本日もありがとうございました。もう関西の芸人のさやつやん、もう。ということでねって、あ、そんな時間ありがとう、ありがとう、みんなもありがとう、楽しかった。そんな笑い方ちゃん大丈夫どうした。はい、以上、はい、以上風呂敷ーズの風呂敷ラジオでした。